こたつ。今日も一日お疲れ様。もうね、寒い寒い。日本の冬ってなんでこんなに冷え込むのかしら。でもね、最高の発明があるの。それがこたつ。知ってる日本の家庭によくある暖房器具なのよ。私の家にもあって、 今日はそのこたつが大活躍だったの。朝起きた時から部屋の空気が冷たくてさ。ああ、今日は一日こたつから出られないやって思ったの。まずはこたつのスイッチをオンにして布団の中にぬくぬくと入る。この感じ、最高よね。温まったらパソコンを開いて 仕事を始めたの。こんなに暖かいところで仕事ができるなんてリモートワークのいいところよね。昼過ぎにはちょっと休憩してこたつで昼寝もしちゃった。あのね、こたつでの昼寝って天国みたいなもんよ。ほんわかして気持ちいいのなんのって。 寒い日本の冬を乗り切る秘訣は、間違いなくこたつにあるわ。午後からは、ちょっとだけお出かけ。外は寒かったけど、家に帰ってきたら、やっぱりこたつが待っててくれる。早速、またこたつの中に潜り込んで、今度はテレビを見ながらのんびり。 こんなに幸せな時間が他にあるかしら。夜はね、こたつでお鍋をしたの。こたつで食べる食事って、なんでこんなにおいしいのかしら。温かい鍋をつつきながら、家族との会話も弾むし、ほっこりする時間を過ごせたわ。ああ、もう日本の冬は、こたつがないと乗り切れないわ。 今日もこたつに感謝。明日もきっとこたつと一緒に過ごすことになると思う。じゃあね、おやすみなさい。Repeat after me. 今日も一日、お疲れ様。もうね、寒い、寒い。 日本の冬ってなんでこんなに冷え込むのかしらでもね最高の発明があるのそれがこたつ知ってる日本の家庭によくある暖房器具なのよ。 私の家にもあって、今日はそのこたつが大活躍だったの。朝起きたときから、部屋の空気が冷たくてさ。ああ、今日は一日こたつから出られないやって思ったの。 まずはこたつのスイッチをオンにして布団の中にぬくぬくと入るこの感じ最高よね温まったらパソコンを開いて仕事を始めたの。 こんなに暖かいところで仕事ができるなんてリモートワークのいいところよね。昼過ぎにはちょっと休憩してこたつで昼寝もしちゃった。あのね、こたつでの昼寝って天国みたいなもんよ。 ほんわかして気持ちいいのなんのって寒い日本の冬を乗り切る秘訣は間違いなくこたつにあるわ午後からはちょっとだけお出かけ外は寒かったけど家に帰ってきたら やっぱりこたつが待っててくれるさっそくまたこたつの中にもぐりこんでこんどはテレビをみながらのんびり「こんなにしあわせなじかんがほかにあるかしら?」。 よるはねこたつでおなべをしたのこたつでたべるしょくじってなんでこんなにおいしいのかしらあたたかいなべをつつきながらかぞくとのかいわもはずむしほっこりするじかんをすごせたわ。 あ、もう日本の冬はこたつがないと乗り切れないわ今日もこたつに感謝。明日もきっとこたつと一緒に過ごすことになると思うじゃあねおやすみなさい 皆さんは冬に自宅でこたつを使っていますかコメント欄で教えてください。今日もお疲れ様でした。Currently, I'm very grateful that many people have requested Japanese lessons. Thank you very much.As a token of my gratitude, I've created nine gifts.381 phrases to memorize so you don't have problems when traveling in Japan.123 basic verbs beginners should learn fast.50 Japanese greetings you should know. 100 Common Japanese Questions and Answers. In addition, I prepared flashcards for phrases related to each ebook and Hiragana and Katakana flashcards for those who will start Japanese from now on. Now you can learn efficiently and anytime, anywhere. These nine gifts are for a limited time only, so please grab them by clicking the link in the description before the distribution ends.